演奏している、春風です。东方乐团就是以这种感觉轻松的感觉来演奏很多纯音乐的曲子。なぜこういう音楽を作っているかと言いますと、なんていうのかな、なんかこう10年以上ちょっとカメラマンとしてお仕事をしてきてたんですけれども、その中で写真に撮るけど映らない感覚っていうのがたくさんあって、それはどんだけ写真の技術を上げても映らない映らない、 でも確かにこの感じる感覚っていうのがあって、それをやっぱりこう表現というかこう思い出したりする道具として、ちょっとこう鼻歌を歌ったり、このメロディーっていうのがすごく自分の中ではその感覚に近いというか、季節の香りみたいなものに近いのがあって、それを残したくて音楽を作っています。他本身是关于他们乐团为什么会以纯音乐的方式来创作，那因为 Masa 他本身做了十年的摄影师，那一直以来都是以拍照的方式来纪念记录生活中的点滴还有风景，但是后来他发觉说，如果光是照片的话，没有办法将当时的气氛或是感受到的温度或是味道那些细节微小的细节让人觉得很快乐的地方，很多很重要的小事都没有办法透过照片来呈现，所以他后来发现，如果能够透过像是那个我们随口用鼻子哼的小调，或是透过歌曲的方式的话，这样反而更能够传递到当时他所想要表达的一些情感的方面，还有甚至连风景的存在都能够应用，都可以应用透过我们的想象力能够在我们自己的脑海中呈现，所以他们决定用纯音乐的方式来。代替照片的方式来创作。じゃあ次はちょっと別の楽器の紹介をします。接下来介绍别的乐器。次は、私は、昨日もライブを見ていただいた方はご存知かと思うんですけれども、沖縄の三線です。这边是冲绳的三弦琴。はい。で、彼が持っている楽器は、ゴッタンという楽器です。然后那个木箱状的乐器叫做ゴッタン。全部作られた、木で作られた。全部都是由木桶做成的，而且这是南九州特有的传统乐器。なんか500年ぐらい前から日本にはあるのを確認されています。这个乐器已经经过确认，在日本，在500年前就开始存在于日本。で最近って言っても、多分100年ぐらい前までは古い家を壊して、その古い家の木材天井だったり柱だったりを使って、その家のこの思い出として床の間に飾る文化が九州の南の方にありまして、当时在100年前他们在破坏不是破坏古迹，就是他们在重建一个老房子的时候，在房子里面发现这个乐器，那它基本上就是以那个在房子改造之前利用房子的一些建筑的材料，然后就是含有很多回忆的材料，然后将它制作成这个Gotta来表示对之前的房子的怀念。沖縄も沖縄
縄のこの三線と九州のボッタン、今まで出会いがなかったんですけれども、僕らを通してこの楽器が出会って、でこの楽器2つで作れる音楽を今2人で作っています。在他们两个相遇之前，这两个乐器在事实上还没有在正式的演奏过，所以中档跟三弦琴是在他们这个团体成立之后才开始正式的一起创作，在运用在他们的音乐创作里面，这在日本也是属于头一遭，是很创新的一个。今からやる曲は「空」という曲で、飛行機が空をこうアクロバティックに飛んでるようなそんなイメージで聴いてください。接下来曲子叫做「天空」、这是在表現出飛機在天上盤旋的景象。それではちょっと沖縄の